なんか最近ぽっこりお腹と太ももが太くなってきた、そんなお悩みのあなた、便秘が原因かもしれません。こんにちは、井上です。最近ですね、梅雨の時期に差し掛かる、そんな季節になりますが、そういう時に多い悩みとして便秘の方が増えるんですよ。なんで梅雨になると便秘が増えるのか、これはですね、爆弾的な低気圧的なやつがこの日本にもそういうかかってくるんですよ。そうするとですね、やっぱ気圧が低いということは、皆さん思い出してください。当時登山をした時のこのポテトチップスの袋、あのようにこう膨張しますね。膨張ポンと、内臓とか全て体の中のものも全部こうヒューってなるから、圧迫する力がなくなって押し出す力も弱くなるんですね。なので便秘が増えるんです。そうなってくると、便秘イコール腸内環境が悪くなって、脂肪も蓄えやすくなって、代謝も悪くなって、むくみやすくなってって、こういろいろね起きてきますから、この時期だからこそ便秘を解消しながらエクササイズをする、これめちゃくちゃ重要なことなんで、今からそれやるんで一緒にやりましょう。まずですね、便秘にめちゃめちゃ重要な筋肉、腸腰筋、お腹の中の筋肉があるんですけど、この腸腰筋が固まると腸をグッと圧迫しちゃうんで、便の通りが悪くなるんですよ。このももの内側の内転筋がこの腸腰筋の底支部につながるので、ここを緩めるとめちゃめちゃ緩みます。なので内転筋をこうやって伸脚をこう繰り返して、腸腰筋も動くようになるので、これを1分間一緒にいきます。いきます。はい、よーい、スタート。グッとこうやってフッと背筋を伸ばして、しっかりとこの内側を、内側が伸びるのを感じてください。フッと深く、グッといける人は深く深く深く、へいってへいへい、深く深く、しっかりこう深く、この浅くでも伸びるね、硬い人はこの浅くでも伸びると思うんで、全然柔らかい人は深く深く、こうやってこうやってこういって伸ばす、これだけ。いい運動ですね。ヘイと、もうね、内転筋をこんなにね、交互に伸ばしたこと、僕が多分人生であんまりないかもしれませんね。僕もないです。ヘイヘイヘイと、手をしっかりね、ヘイとヘイヘイ、はい、1分経ちました。 OK。 そしたら今度はここの腸腰筋を伸ばしてねじる、足の外側広筋も伸ばす、こうやって足を前に出したら体をこっち側にひねる、伸ばす、こうやってシェーって40秒間いきます。いきます。よーい、スタート。ほって、しっかり息吸って吐いて、へい、もうってこれ戻す、ねじって戻して、ねじって戻す、これはすごいです。これはねもうね、お腹にも足にもしっかりと効くストレッチ。さっき内転筋伸ばして、今これ外側広筋を伸ばしてるんで、もう足の痩せるエクササイズにもなるし、お腹がくびれるエクササイズにもなるし、なおかつ便秘にもいいっていう、そんないいことありますか？はい、40秒経ちました。 OK。 そしたら今度逆をねじっていきます。いきます。よーい、スタート。ほっ、しっかりとねじるところまで、こうやってねじる、へいって、この手がね大事ですから、手をしっかりとあさっての方向に、ふいって向いて、へいって、手はあさっての方向で、足は昨日の方向です。へい、足過去に戻るんですね。でも自分は今日にいるんで、ちゃんと手と足は未来と過去に置いてきて、明日は、明日はないですか？明日は、明日はこれです。こっちが明後日で、これが明日です。はい、はい、40秒経ちました。 OK。 そしたら今度はですね、足を肩幅より 1.5 倍ぐらい開いて、つま先を外側に向けます。そのまま足をグッと曲げて、こうやってバウンドする。そうするとここの内転筋ストレッチされるんで、これを40秒間いきます。いきます。よーい、スタート。バウンド、背筋をしっかり伸ばす、しっかり伸ばす、バウンド、こうやってこんな感じです。バウンド、この内転筋がしっかり刺激されると肛門括約筋が活性化するんで、
そうすると便を押し出す力も強くなるんで、便秘の時はこれをやってあげるとね、すごくいいですね。はい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 、すごい、めっちゃいいこと紹介してるじゃないですか。はい、なんで剛さんやると面白いんだろう。いや絶対面白くないでしょ。普通じゃん。なんか面白いですよね。めちゃめちゃ今真面目に普通にお届けして、はい、40秒経ちました。 OK。 次、今度はですね、お腹をキュッと、もうここがなんかへこむぐらいキュッと伸ばした状態を作ったら、こう叩く。おへその横周辺をこうやって上下にトトトトトと叩いていく。これを30秒間して叩きます。いきます、よーいスタート。はい、これこの腸にある平滑筋を叩いて刺激してるんで、めちゃめちゃ便が促されるはずです。叩く、もう叩く強さはお隣さんの家に行くぐらいの強さで叩いてください。お隣さんの家に行く強さ、はい、そのくらいのあれですね、いい関係性を保ってるぐらいなお腹との信頼関係を築いて叩く。はい、30分経ちました。 OK。 しょっついし疲れたし、お疲れ様でした。やっぱり普段のエクササイズでなかなかこう便秘まで解消できなくて、大流便が溜まっちゃって脂肪もつきやすいっていう方もいらっしゃると思うんで、今日やったやつをしっかりやって便通を良くしながら、今度は自分の細くしたい部位のエクササイズをしたり、こう組み合わせながらぜひやってもらいたいなと思いますんで、便秘が治ればお肌も綺麗になりますし、ぜひ便秘のない便活過ごしていただいて、いつまでも美しい綺麗なあなたでいてください。このようにアピュランス TV では、今よりも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいと思う動画をお届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。